はい、おはようございます。アンジです。いつもブログを見ていただきありがとうございます。今回はですね、施術とか治療の話じゃなくてですね、そもそも炭酸の濃度についてお話をしていきたいと思います。なぜこの話をしていくかというと、よくですね、炭酸化粧品で1万 ppm とかですね、そういうようなこう書いている商品があります。まあ、それをですね、僕がですね、ちょっとどういうものなのかということをですね、お話ししていきたいと思いました。で、まずですね、よく僕も聞かれる、炭酸生態でやっているんで、炭酸の濃度何パーセントですかとか聞かれるんですね。で、僕ですね、もともとサラリーマンで、いわば化学プラント、いわば酸素を作る工場とか、そういう窒素を作る工場とかでね、管理してたんですね。いわゆる高圧ガスっていうですね、そういう製造主任者みたいな、そんな、資格を持ってですね、工場を管理してました。で、よくですね、皆さんこの消費者さんが騙されていることをですね、僕はここでちょっと言っちゃおうと思ったんですね。で、よくですね、化粧品会社とかサロンの、美容サロン会社とかの営業の女性が言うてるんですけども、僕はですね、いつも質問します。で、1ppm 何パーセントですかって言うんですね。だからね、ほとんどの人答えれないです。で、実はですね、僕は知ってるんです。はい。で、この、今書いてます。見えますか、0.0001% が 1ppm なんですね。で、よくですね、僕たちが使っているというか、こう炭酸化粧品でよく言われる 3000ppm って言われるのは、たった 0.1% の炭酸の含有量しかありません。で、有馬温泉のですね、暗示式のですね、炭酸スプレー、これはですね、3500ppm なんです。で、僕はですね、これは言っちゃってよかったのか分かんないんですけども、言います。で、よく1万 ppm とかいうのはですね、できません。物理学上ですね、その化粧品の化粧水の言えば、その液体にですね、炭酸ガスがですね、溶解っていうんですけども、溶けないんです。1万 ppm も実は。溶けてもですね、頑張っても3500から4000、言っても4500くらい。これはですね、もう決まっているんですね。物理学上のですね、これは覆すことができない数値です。はい、で、なぜそしたら化粧品会社で1万 ppm とか言うのかというとですね、その化粧品に1万 ppm の炭酸ガスを吹きかけてるんですね。別に溶けてないんです。そこに炭酸が入ってるだけなんです。だから、あれはですね、そういう表現をして消費者を騙そうとしてるんですね。で、ちょっとですね、僕もあまりにも言わなかったんです。あまりにも最近ひどいんで、ちょっとそういうですね、からくりっていうのをですね、僕は今言ってるわけなんですけども、実際何かと。1万 ppm ってじゃあ何パーセントなんだって話なんですね。で、これで 3000ppm で 0.3% なんですけども、じゃあ1万 ppm、1、10、100、1000、ppm は、じゃあですね、1% なんですよ。1% の炭酸なんですね。おいおいおいって思うじゃないですか。おいおい。なやこれ。1% かいって話なんですよ。で、僕たちが使っている炭酸、生体の炭酸っていうとですね、桁が違うんですね。逆です。僕たちが使っているのはですね、99.999%、の食品用の炭酸ガスなんです。で、これ59ってね、業界ではね、化学メーカーさんが言うんですけど、59とか言うんですね。で、これ、ppm で直してもらったら、1万。90万 ppm、 99999ppm なんですね。99999ppm なんですよ。で、だから炭酸生態の炭酸は効くんですね。で、実際ですね、その1万 ppm の炭酸の化粧品効きます、もちろん。その効く理由ですね、それをまた次回ですね、お話ししていきたいと思います。はい。だから、そういう1万 ppm ではすごいっていうわけじゃなくて、高純度を言ってもですね、所詮 1% にしか過ぎないです。だからですね、ppm って
驚くことないです。ただの 1% なんで、そんな感じで考えてほしいなと思います。次回ですね、その 1万ppm でも効くっていう理由をですね、またお話しますので、楽しみにしておいてください。次回またお会いしましょう。それでは。